のんびりコロコロ家族。皆様おはようさん。こんにちは。おばんどす。今回は、またまたゆるキャン目指して、ポータブルバッテリーを購入してしもただな。この間、イムとM5を購入したばかりなんやけどな。タイムセールで出とったよってついつい買うてもうたがな。これがこっちの、スアオキ、ポータブル電源 G500 です。説明書は日本語表記もあったがな。なかなか頑丈に梱包されてありまんねん。欲しって、購入してしもたがな。下段左から、AC 電源2個に、QC3.0 の Type-C の出力1個と USB の出力2個に、DC12V 出力2個と、12V10A のシガーライター出力がありまんねん。スイッチを入れてみまんねん。メインモニターで大まかな電池残量が見れまんねん。工場出荷時で充電は半分くらいあったでー。右上は DC 充電入力と、赤黒はソーラー充電ポート電がな。付属品は、AC アダプタ充電器に、車用の充電器とソーラー充電ケーブルやったでー。では、タケル班がどれくらいの時間でタケるか、実験していきたいと思いまんねん。10分09秒やったでー。前にピクニックでイムとM5を使って炊いた時は30分やったが、今回も同じくコップ2杯のお米で炊いたが、10分くらい早う炊き上がったがな。安定して高電力を供給してる境でっしゃろか。では、10分蒸らして待ちまろ。10分経ったよって中を見てみまんなー。上手に炊けたがな。若干硬かったやけどな。水の量を調節すりゃあ良いよって大丈夫でんがな。次は家庭用電源を使おうて充電してみまんねん。インプットが55から56ワットを行ったり来たりしてるね。家庭充電は55から56ワットになったがな。車のシガーレットでの充電も試してみたがな。最初は高かったのやけどな。数分で落ち出して。ここまで落ちて、アイドリングストップになると、充電が完全にストップしたがな。イムとM5を買うたばかりやったが、これが欲しくてタイムセールの時にポチってもうたがな。でもこれで、ゆるいキャンプを満喫できそうです。次回も見に来ていただけると嬉しいがな。ご視聴をお気に、グッドボタン、チャンネル登録してもらえると、元気が出まんねん。またねー。